2930番、山口県支部の新田和則です。いつもお世話になります。最近のレースの調子はですね、まあいいですね。前期もどうにか A 級にもなりました。でつい先日も、英和島で優勝することができました。得意なコースはもう今オープンコースで行ってます。昔はちょっとインにこだわってて、今はオープンコースで頑張ってます。持ち味はやっぱり今でも攻めるレースを心がけてます。今節地元なんで一生懸命走ります。応援お願いします。登録番号3623、佐賀支部の深川です。最近のレースの調子はまあいいと思います。好きなコースはインコースです。進入をごちゃごちゃするところですかね。自分のレースの持ち味っていうのは、今節一生懸命頑張って優勝できたらいいなと思います。登録番号3872番の大阪支部岡田です。最近のレースは、調子いいと思います。得意コースは、まあ、3コースですかね。そして自分のレースの持ち味はあんまりスタート行くタイプではないので、展開についていきたいと思います。今節は新規なんで、いいレースできるよう応援の方お願いします。はい、4013、福井支部中島光平です。最近の調子は、そうですね、だんだん良くなっていってるかなと思ってます。得意なコースは、どこでも、はい、行きます。自分の持ち味は、わかりません。今節に行くのには、優勝目指して一生懸命頑張ります。登録番号4428、埼玉支部の有賀達也です。最近のレースの調子は、あまりいいとは思いません。得意なコースは内寄りからセンターですね。自分のレースは、まあ、スタートは早いの行ってスピードを持っていければなと思います。前節はいい結果を残せたので、今節も残せるように頑張りたいと思います。4566、福岡支部の塩田北斗です。最近はあんまり良くはないです。好きなコースはトップコース以外は全部大丈夫です。最後まで諦めないレースをしますので、応援よろしくお願いします。